私はロボットや機械の制御に関する研究をさまざま行っていますが、代表的な研究の一つが離れた場所にある機械やロボットを遠隔で制御するというような研究を行っています。この遠隔で行うときには通信を介して制御を行うのですが、この際には必ず通信の遅れということが問題となります。例えばテレビの中継で海外と中継するときにアナウンサーと現地の特派員の間で会話がちぐはぐになったり、インターネットで大きなファイルをダウンロードするときに時間がかかったりするのも通信の遅れが原因です。こうした通信の遅れが仮にわずかだとしても、ロボットなどを制御するときには非常に制御の性能が劣化したり、最悪の場合不安定になったりとするような問題が生じます。理論的に通信は光の速度を超えることができないので、秒速30万キロメートルという壁を超えることはできません。例えば月と地球の間は38万キロありますので、月と地球の間を通信で結ぼうと思うと、行きに1秒、帰りに1秒、往復2秒以上の遅れが生じることになります。現在私たちが研究している一つに、 JAXA や鹿島建設などと共同で行っている研究で、月面に人間が長期滞在できる拠点というのを遠隔で施工する技術というプロジェクトがあります。この建設を月面で行うためには、作業員が長期月に滞在することが難しいので、これを機械をですね、地球から動かすということを考えております。で、この地球から月の機械を動かすためには、先ほどの遅れというのが問題になりますので、これを制御でうまくカバーするということが必要になってきます。そのために我々は月面の機械のシミュレートするモデルというのを地球のオペレーター側に示して、オペレーターはそれを操作することで時間の遅れをないような遠隔操作をすることが可能としております。もし月からの情報が1秒以上遅れて、そして月への情報を送るのも1秒以上遅れると、このように右に曲がるという場所に映像が来た時に、そこではもうすでにその右折するポイントを通り過ぎて、でそれを気がついてオペレーターが右折の指令を出しても、もうぶつかってしまうというようなことが起こります。一方、オペレーターにモデルを提示して、でそのモデルに対してオペレーターが操作するようなことをすると、この遅れの届くのが遅れることを考慮した制御が実装されるの で右折するところでしっかり曲がることができて、で最終的に目標の位置に到達することが可能となります。でこのような遠隔操作の技術、遅れを保証すると、月面の応用だけでなく地上で遠隔の施工を行うというような技術に展開することが予定されておりますし、また災害や事故などが起こった時に、これを危険な場所に人が入らないような遠隔の救助等を行うと、こういったことに応用することも考えられております。で我々の研究室では、この他にも人工知能を使って自律で行うような制御なども研究しておりますし、サービスロボットへの展開というのも研究しております。ただこの遠隔で行うというのは、ロボットも確実に自律で全てが行えればいいんですけれど、必ず人の判断というのがどこかに残りますので、こうしたところにうまく自律制御と遠隔制御というのを組み合わせて、でロボットや機械を制御していくということが今後行われていくと思います。